こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は、パゴットさんの、不完全な言い訳。問題は、捜索で大川警部が調べたものは、何か。それでは、どうぞ。野原が尾形の家に来たのは、ある蒸し暑い夏の木曜日、その日付が変わる少し前だった。にやけながら椅子に腰掛けている野原に、尾形はお茶を勧めた。喉が渇いたでしょう。とりあえずお茶でも飲んでください。ところで例の件ですが、お茶を一口飲んで、それならば前から言っているように、20万円で手を、が、く、か、毒に苦しみながら死んでいく。野原を見ながら尾形は気持ちよさそうに独り言した。20万円程度で殺されるとは、思っていなかったんだろうが、その油断が命取りだ。このたかりやめ。金曜日の朝、川に浮かんでいる、野原の死体が発見された。この事件を担当する大川警部は、部下の北や、森崎と事件について話し合っていた。死んでいた男について何か、わかったかな？死因は溺死ではなく毒物でした。おそらく別の場所で毒殺され、川に捨てられたのでしょう。ふむ。死んでいた男は野原と言って、たかり屋のようなことをして、お金を稼いでいたようです。弱みのある人から適当に、金を巻き上げては、また別の奴の弱みを探す。といった手口です。ふむ。野原の家を調べたところ、他人の名前と住所を、書き込んだメモ帳が発見されました。ふむ、それで？ほとんどの名前には、斜線が引いてありましたが、おそらく金をせびり終わった人たちでしょう。ただ、一番下の名前には、斜線が引いてありませんでした。そいつが怪しいぞ。名前は？尾形と言って、死体発見現場から30キロメートルほど離れたところに住んでいます。ふむ、じゃあ、その尾形さんに簡単に事情を話して任意の事情聴取に応じてもらえますかね。次の日の土曜日、事情聴取を受けながら、尾形はあの晩のことを思い出していた。奴の死を確認した後、毒が入ったお茶、使い残した毒物など、家で毒が使われた痕跡を消した。奴が来た痕跡は消さなかった。奴が来たことを否定しようとしても、消し損なった痕跡が発見されると、立場がまずくなるからだった。死体はまだ暗いうちに自分の家とは無関係な場所に捨てた。これでごまかせるはず。じゃあ野原が家に来たことは認めるのかな？はい、でも来たのは一昨日ではなく、4日前の晩です。以前に私が起こした自動車の事故のことで、お金を要求してきたんです。その時はまた後日話し合うということで、お帰りいただいたんですが。ふむ。
ところであなたの家を少し調べてみたいのですが、よろしいですか？尾形の表情が一瞬曇った。野原が一昨日に来たことを、示す痕跡の存在を恐れたのだ。だが、日めくりカレンダーや新聞などは、触られていなかったし、彼が触れたものは客なら触ってもおかしくないものばかりだった。昨日の金曜は別の来客もあり、指紋のついた順番などもうまくごまかせるだろう。そう確信した尾形は自信に、満ちた表情で答えた。構いませんよ。でも先ほども言ったように、彼は私の家に来たのですから、指紋や髪の毛が見つかったって、不自然ではないはずですよ。問題は、捜索で大川警部が調べたものは、何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。